ぞパスを通してドライブでいくが打ち切れません。もう一度バウンズでコーバーニャンを作る。もう一度戻す。ここから外からシュート打って決めていきました。新潟の選手が打った後のこのコーバーが取ったところも予測してますよね。狙ってきてますよね。明らかにも、はい、そしてここも決めてきました。これで逆転カズキ。弾に活勢、今度はゴールしたな。2試合とも2桁得点を挙げています。ここから決めてきました。いいですね。はい、ノーミー。なんとか味方に託そうとしましたけども、ノーミーが奪っています。弾かす。ノーミーが3フリーで決めてきます。 いいですね。交番にはヒースが今ついています。その交番へ通した。いいですね。ここで大きなプレーが飛び出した。タッチダウンパスとはさせませんでした、ね、ただヒース、決めてきました。ですからこの攻防で何点差になるか。大学スピンムーブ交番、いいですね。ノーミもなんとか今ヒース、おインフレクション、もう一度ヒースだ、フリーだ、決めてきます。さすが。これもまた注目選手がお互い。マイケル・ヤング・ジュニアがフアウトで藤井ノールックスイング、外で回していって篠山の外、さすが。またフリーで打ってきま す, す、ね。はい、さあ新潟はこの時間帯ちょっと我慢が必要ですね、はい。まあ、なんとか10点9点でぐらいついてきました。ナイスパス、5万に通った。ランクだ熊谷さのみ。いやー、素晴らしい。あとそういうベンチのメンバーでね、ところのポイントでもしっかりと上げてます。これもまたターンオーバーですね。はい、ノーミエノールックでヒースがフリーになります。ゴールした。なんていうんですかね、さすがやっぱりあの周走ってるチームだから、この勝負どころと言いますかね、まあ、そういったところをよく選手が分かってるなというね、印象を持ちますね。はい、アレンから木村、アレンへ。ここはアレンしかやります。おっ、アレンが奪って、そのままボスハンドダンク。今も時間を使って新潟対川崎、今日明日2連戦のゲーム1は川崎が勝利して。